ハロウィーンの西の聖地と言われる大阪ミナミ。あれは麦わらの一味でしょうか。船に乗った多くの人がワンピースのコスプレをしています。今夜、道頓堀周辺には大谷選手のユニフォーム姿の人や恐竜姿の人など、思い思いの仮装をした人が集まっていました。え、すげえ。毎年恒例のハロウィン行きました。はい、コンセプトはバニーガール。バニーちゃん何して過ごそうかなって。内緒。ライブカメラ映像を見ると身動きが取れないほどの人だかり。中には体調を崩したのかしゃがみ込む女性の姿も。付近では警察官がおよそ200人体制で警備に当たっていて、午後8時半ごろには恵比寿橋への立ち入りが禁止されました。一方、東のハロウィーンの聖地、東京渋谷では。夜7時半過ぎの東京渋谷です。ハロウィン当日ですが、仮装をしている人は多くはありません。人通りは多いものの、仮装した人の姿はまばらです。テレビとかで見てたよりかは比較的なんか落ち着いてるような感じがして、まだそのマナーが悪いところはちょっとまだ見えてないですね。例年多くの若者や外国人観光客が訪れ、迷惑行為やトラブルが相次いでいた渋谷。苦肉の策として区は去年からハロウィーン期間中に渋谷に来ないよう異例の呼びかけを実施しています。その動きは今年新宿区にも広がりました。今年も渋谷はハロウィンをお休みします。勝手に集まってきて、勝手に騒いで、勝手に汚して帰っていくという、非常に人間としていかがなものかという。新宿歌舞伎町の中心部にある広場は白い幕で囲われ、周辺エリアは明日午前5時まで路上での飲酒が禁止に。渋谷駅前でも昨日から多くの人が集まるハチ公像周辺が封鎖され、慌てずにゆっくりとお進みください。渋谷センター街は一方通行になるなど規制が敷かれています。こうした規制や呼びかけはどこまで届いているのでしょうか。今日は渋谷を明るくしようと思ってます。来ないようにという呼びかけもされてますけれども、はい、本当に来るなと言われたら行かないですけど、でも友達と会いに来てるんで。中にはルールを守らない人も。路上飲酒は禁止されていますが、手にはお酒の缶があります。今夜、職員らが見回りを行った歌舞伎町でも。職員が酒を回収する様子が見られました。年々自治体による規制が強まっていくハロウィーン。この流れはさらに広がっていくのでしょうか。